はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。R です。トゥームレーダー3を喋りながらプレイ。今回が第14回だと思います。よろしくお願いします。で、これから、ガネーシャの鍵が2つ、必要だってことで、まあ手っ取り早くじゃなくて、まあしらみつぶしにありそうな場所を探していこうっていうお話ですね。今は何もないんだよね。で、まずこの目の前からこの奈落ね、何にも見えないけどね、行こうと思います。さすがに、あ、前回ね、なんだっけ。画面をかなり明るくしてさ、投稿したら、まあ、うまいこと見れたらしいんだけど、敵が出そうで、いや、喋ってる途中。よし、まあ、引き続き行きましょう。まあ明るめでね、なんとか見やすいよっていうコメントもいただいたんだけど、わあ、レバーがいくつもある。全部押すぜ。一つ。何もなんない。ダミか。ダミか。まあさすがにね、ここはかなり明るくしないとダメでしょう。よし、じゃあ今度はこっち。これで開いたでしょ。うわ、開かない。またか。早く早く。あー、やっぱダメなんだな。こっちのレバーはあんまりアクションボタンを長押ししてもやってくれない。ちゃんと定位置につかないとダメなんだね。行くぜ。まずここで、こんなんだって。よいしょ。どうだ。ダメですか。え、なんかちょっと難しくねえか。大丈夫か。あー、コメントでまだ返信してないんだけど、これか。なんかちょっと含みを残してたコメントはこれのことか。もう殺しにかかってもんな。 OK、 これで大丈夫でしょ。じゃあ、ガネーシャの鍵拾って、OK。で、ここで、いきなりね、俺、岩が落っこしてくんじゃないかなと踏んでるんだけど、そんなことないかな。ほっ、大丈夫か。さすがに心配しすぎだったか。いやいやいや、敵。OK。この辺、取り逃しのアイテムはないかな。大丈夫かな。この、巨人じゃねえや、石像の落としアイテムとかないのかな。ちょっと画面に入り込まないでください。あー、すいません。音が、まあ、途切れてた。まあ、声だけの方なんだけど、ちょっと別の音が入ったんで、そこだけ切り取りました。切り取ったっていうか、まあ、音消しただけなんですけどね。ダメージは入ってないんで、下に行こうと思います。これも閉じられ、いきなり、あ、下に、ごめんなさいね。何度も何度も音を消して。はい。あ、ちょっと待ってくれよ。うわー。何これ。なんかすごい勢いで流されて死んだんだけど。どういうことなのこれ。ん？どうすりゃいいんだ？流されてるもんね。流されてるけど流されて、あー、やめろやめろやめろ。うわー、ん、ちょっと穴っていうか、全部が全部トゲじゃないみたいだな。ちょっとぐるぐる回る必要が、明るさをね、強みに設定した
性っていうか、あーやめろやめろあー道ないか、壁しかないか、どうしようかな。まあいいや、あの明るさをねかなり強めに設定したおかげで見えるところはまあなんとか見えるようになったんだけど、そうするとこのトーチを使う必要がないっていうか、明るすぎて今度またそれはそれで見づらくなるっていうことが起こるんじゃないかとちょっと不安なんだけど、どうしましょう。ここ取れない、拾えないんだけど、入り方が違うのかな。あ、しまった。どうすればいい。あ、待てよ。一箇所だけあの流れに逆らえる場所があるのかな。地理の把握が難しいな。これどういうことになってんだろう。入る、流される、あー入ったら動かない方がいいのか。そうすると流されないのか。ちょっと今回カット多いよ。どうだ。あ、やっぱり 裏があるな。 裏っていうか穴は、穴っていうかその隙間が空いてるな。 どうすればいいんだこれ。ちょっとわかんねえ。入る前に鍵入れちゃいましょうかね。なんか起こるかもしれない。これで何も起こらないか。淡い期待だったな。じゃあセーブはしないで、このままちょっとこっちに突っ込みながら、よっ、いけ、こっち、そう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 、お、いいですね。これで裏に回り込め、回り込めてねえしな。え、ちょっと待って、どういうことなの。今回カット成分多いですよ。ちょっとここは大丈夫なんだよね。じゃここ、んで、ここも大丈夫。落ち着け。レバーだ、レバーを探すんだ。もしくはたぶんあの壁に、中央に突き出てる壁のところにうまいこと突っ込むことができれば、あの水の抵抗を受けずにいけるんじゃないかと思うんだけど、なんか違うかな。ここまではね多分合ってるんだよ。止まれ、止まらない、止まらないな。まだ何分もねかかってないと思うんだけど、10分ぐらいしかかかってないと思うんだけど、よし、オッケー、そろそろカットしますよっていう。おろろろろろ、ここは止まってるんだよね。え、どうして止まってんだ。だからどうしてここから動くと、こっち、こっちか。ああ、なんだ、なんでこっから動けねえんだ。ちょっとトーチ、トーチ、少しでいいんだよ。なんだ、ん、違うな、これ見えない壁みたいのがあるのか。ちょっと待って、どうなってんだ。おっと、あ、なんだ、ちょっとこっち行ってみる。なんだ、レバーもないしカットだな。もうそろそろ成功フラグを立てる。あ、ここレバーあるじゃん。なんだ、よいしょ、これで
なんとかなった？ああ、引っ張られる、引っ張られる、引っ張られる。そうするとだな。こっちも多分、レバーを引くと、引いて。そうすると多分、この流れが、あ、止まってるね。で、そうすると、息ができなくなっちゃうから、で、窒息し。OK。次で。おい、いきます。水中の中だと、ある程度そのアクションボタンでホーミングしてくれる、かなり近づいてくれるみたいだね。というと、このアクションボタンの、まあ、ホーミングっていうのは、なんつうんだろう、水中専用ってことだよね。ああ、これ難しいよ。よくこんなの作ったね。これはどうですか？ああ、間違えちゃった。いけ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 。どうですかって、何がどうですかなんだろう。OK、拾ったね。おし、あれ？ちょっと待って、出口どこ？出口、出口。危ない。敵。OK。ほい、じゃあガネーシャの鍵を使っていきましょう。ちょっとここ暗いかな？どうかちょっとわかんないけど。鍵使うだけなんで、ご了承ください。そしたらですね、時間が16分。まあ、カット挟んでるからまだ10分ぐらいな、そこまでちょっと考えすぎっていうか、楽観視しすぎか。ダメージは入ってないんだけど、よいしょ。クリスタルは取っておきます。敵、大丈夫か？一応見回りだけ。うー、怖えな。いろいろと怖えんだよ。じゃあ大丈夫みたいなんで、黙ってない。こうか。見づらいな。よいしょ。進みましょうかね。あ、ごめんなさい。セーブさせてください。なんか言うことあるかな。ああ、終わっちゃった。しゃ、お！OK。やった。カットしなくてよかった。変なところで。おー、すいー。黙りましょう。音量上げよう。終わりかな？お、OK。音量戻して。いやー、終わった。滅びた寺院。タイム2時間45分36秒。何度もカットとか労働とかしてるんで、まあ、実質、まあ、倍して、まあ、倍まで使わないか。3時間。4時間ぐらいか。これやべえだろ、これちょっと。相当やったぜ、これ。いや、頑張った。上出来でしょう、R にしてみりゃ。で、さっき撃ったやつは、一番最初にムービーで飛び降りたやつ、あれ？ちょっと待って、まだインド終わってない。ちょっと待ってくれ。俺をインドから解放させてくれ。なんてこったよ。
俺も終わったと思った。ちょっと待ってくれよ。俺の拍子抜け。ちょっと俺の感動返して。本当の地獄はこれからってことか。ここは無駄設計。あ、でも屋外だからちょっと明るくなったかな。いや、待て待て、これ明るくなったってことはまずいんだよ。暗いなら暗いステージだけ、明るいなら明るいステージだけにしないと、この光量、光の当て具合が、ちょっと変わってくるよね。ここだからかなり眩しくなってるんじゃないか。もしくはここが普通に見えるってことは、暗いステージ序盤を、何もしなかったかってことになるんだけど、どうしてるんだろう俺。ちょっとわかんないな。で、ここは安定のピラニア地帯。ピラニアがいる川は基本的には外れと。入っちゃいけないと。ということはだ。まあ、さっきムービー中ララが見つけてた、これは何？バギーカー？で、まあ、探索を始めるっていうことなのかな。いや、待て待て。上に何かあるぞ。敵か？見えん。大丈夫か？見えない見えない。壁が。壁邪魔。謎アイテム。と、お、あとトーチか。オッケー、いただき。いけ、くそ。ここもホーミングしてくれたっていいんだぜ、ララさんよ。ケツ見せなくていいから、ちょっと進んでくれ。よし。あ、また U ターンか。よいしょっと。降りて。若干自由度は効かないっていうか、全部セルフなんだね。あ、ここでセーブする必要ないかと思うけど、まあ、いっか。なんか画面がちらついてるか？気のせいかな。俺乗り物苦手なんだよ、トゥームレーダーの。すげえ難しいんだよな。お、ん？どうやって進むの？武器は？構えらんない。あ、バックバック？なんでバックしてんの？ん？あ、バツで進んでバックで、四角でバックか。銃は構えられないと。やーべえぞ、これ難しそうだぞ。超安全運転で行かせてもらうぜ、ちょっと。それはいいとしてだよ。どこ行くの俺。バック。あー、やめろ。これ水の中入って大丈夫なのかな。爆発しよったで。どうしよう。意外と時間がいい感じだから、今回これで終わってもいいんだけど、ちょっともうちょっと、どこ行きゃいいかっていうのぐらい調べておきたいかな。でもどこ行けんだろう、マジで。乗ってくれ。乗ってって。左側からじゃないと乗ってくん、ちょっと。ん？ん？これどうやって乗ったんだこれ。あ、これも判定が厳しめなのかな。ブロロ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 
おっと、バックバック、どこに行けんだ。これ思いっきりぶつかるとあれなんだよね、ダメージ食らって爆発するんだよね。あ、待てよ、これちなみに降りるときどうすればいいんだよ。降りられない。またキー操作、まあ、説明書見りゃ、あ、よよよよよ、キー操作見りゃいい。いや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 、危ない危ない、いいんだけどさ、これなんかこいつら押せるんじゃないか、このブロック。でもしかして上に登っていく感じかな、なんかそんな気もしてきたけど、
水の中入ったら爆発したからな。こことかいけるかな。うわひどいな、頭から落っこっちゃったよ。ちょっとわからないんで一旦ここで終わろうと思います。一応このこれだけ動かせるかどうかだけちょっと確認して、あ、違う違う、登るんじゃねえんだよ。ちなみにこれ何、あ、登れないの、役に立たねえな。ではどういうこと、このバギーカーはどうやってどこ行きゃいいんだろう。登るんじゃねえんだけど、登れねえしな結局。これも押せないと、登るだけで登れない。あ、まだバギーカーには乗らずに、いや、多分ここか、ここからバギーカーで真正面のところに突っ込んでいくっていう、また無茶アクションをやらせようとしているのかな、このトゥームレーダー3は。まあ次回はそういうちょっと危ないちょっと橋を渡ってみましょう。ここでセーブする必要なかったよね。じゃあ今回これで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。